マーショーオン・テレル・リンチは、カリフォルニア州オークランド出身のアメリカンフットボール、選手。ポジションは、ランニングバック。地元オークランドの高校3年時に彼はわずか8試合の、出場で1722ヤードを走り23、タッチダウンを上げ、ポストシーズンの2試合でも、合計375ヤード、10タッチダウンを上げた。 彼はディフェンスでも起用され3年時にディフェンスバックとして20インターセプトを記録すると共に1試合だけ務めたディフェンスエンドでは相手オフェンスに3回ファンブルを強いたクォーターバックやワイドレシーバーとしてもプレーしたカリフォルニア大学バークレー校に進学した彼は1年時には JJ アリントンの控えだったが71回のキャリーで628ヤードを獲得 8タッチダウンを上げた。アリントンが卒業した翌年からは先発 RB となり2試合に手の指の怪我で欠場したものの196回のキャリーで1246ヤードを獲得し10タッチダウンを上げた。2005年のラスベガスボールでは24回のキャリーで194ヤードを走り3タッチダウンを上げる活躍を見せて MVP に選ばれている。彼は 優れたランニング能力に加えて、ボールの保持もしっかりしており、ファンブルはわずか1回であった。2006年のシーズン開幕前彼は、マックスウェル賞の候補として注目され、スポーツイラストレーテッドには、カレッジフットボールで8番目に優秀な RB と評価された。この年大学は、彼がハイズマン賞を受賞できる、要特設 HP を開き支援した。彼は、 パシフィック10カンファレンスのファーストチームには選ばれたが、ハイズマン賞やマックスウェル賞は逃した。大学最後の試合となった2006年12月28日のテキサス農工大学とのホリデーボールでは111ヤードを走りにタッチダウンを上げて、QB のネートロングショアと共に MVP に選ばれた。3年間の在籍で彼は、大学歴代2位となる3230ヤードを 走るとともに、大学記録となる17回の100ヤード以上のランを、見せて翌年1月2日に、ドラフトにアーリーエントリーすることを発表した。2007年の NFL ドラフトで、バッファロービルズに一順12位で指名され6年間で、およそ1900万ドルの契約を結び入団した。1年目のデンバーブロンコスとの開幕戦から、 先発出場を果たし19回のキャリーで90ヤードを獲得、プロ初のタッチダウンを挙げたが、試合は14から15で敗れた。11月4日のシンシナティベンガルズ戦で彼は29回のキャリーで153ヤードを獲得、56ヤードのタッチダウンランも見せた。彼はタイトエンドのロバートロイヤルへのタッチダウンパスも見せた。q b 以外の選手が、 タッチダウンパスを成功させたのはビルズでは1981年以来のことであった。翌週のマイアミドルフィンズ戦で足首を痛めて3試合に欠場したものの12月9日のドルフィンズ戦で復帰し107ヤードを走った。この試合では同僚のフレッド・ジャクソンも115ヤードを走った。ビルズの選手2人が同じ試合で100ヤード以上を 走ったのは1996年以来のことであった。12月23日のニューヨークジャイアンツ戦で、シーズン1000ヤード、ラッシャーとなり、チームの新人として4人目となる活躍を見せた。この年彼は1115ヤードを走り7タッチダウンを上げるとともに18回のレシーブで184ヤードを稼いだ。2008年11月2日のニューヨークジェッツ戦では、 自己最低の16ヤード獲得に終わったが、11月17日のクリーブランドブラウンズとのマンデーナイトフットボールで119ヤードを走るとともに、キャリア初のタッチダウンレシーブを記録した。2週間後の11月30日のサンフランシスコ、フォーティナイナーズ戦では、自己最高の134ヤードを走り、ジェッツとの再戦となった12月14日の試合で127ヤードを、 走り2年連続1000ヤード、ラッシャーとなった。12月21日のデンバーブロインコス戦で肩を痛めて最終節のニューイングランドペートリオッツ戦を欠場したものの1036ヤードを走り8、タッチダウンを上げるとともに47回のレシーブで300ヤードを稼いだ。この年のプロボールにテネシータイタンズのクリス・ジョンソンの代理として出場を果たした。 ビルズの RB がプロボールに出場するのは2002年のトラビス・ヘンリー以来のことであった。2009年10月のニューヨーク・ジェッツ戦でボールを持って走るリンチ2009年2月に銃の不法所持によって逮捕され、その後3万5000ドルの保釈金を払って保釈された。その後彼は3年間の保護観察と80時間の奉仕活動を言い渡された。 この件に関して彼は NFL コミッショナーのロジャー・グッデルと面談し4月9日 NFL は彼に3試合の出場停止処分をすることを明らかにした5月14日彼はこの決定に異議申し立てを行い出場停止試合数を減らすなどの処分の軽減を訴えたが処分は軽減されることなく開幕から3試合出場停止となった 出場停止から明けた後、先発 RB に返り咲いたがシーズン中にフレッド・ジャクソンに先発の座を奪われ450ヤードの獲得に終わった。また、ドラフト一順で CJ スピラーが指名されたことからも不満を持ちトレードを要求した。彼の獲得にシアトル・シーホークスが興味を持っていることが報じられたが、トレードは実現することなく2010年シーズンを 迎えた。その後、2010年10月にランオフェンスが不振のシアトルシーホークスに複数のドラフト指名権と引き換えでトレードされてカリフォルニア大学時代のチームメイトであるジャスティン・フォーセットとチームメイトとなった。この年チームは7勝9敗ながら NFC に地区優勝を果たし、レギュラーシーズン負け越しチームとしては初のプレーオフ出場を果たした。 ニューオーリンズ・セインツとのワイルドカードプレイオフで彼は第4級終盤8人のタックラーをかわして67ヤードを走るタッチダウンを決めて勝利を決定づけた2011年シーズンの第16週サンフランシスコ・フォーティナイナーズ戦では21回のランで107ヤードを走り そこまで36試合連続で100ヤードラッシャーを出していなかった相手ディフェンスの記録を止めるとともにシーズン開幕から14試合連続でランタッチダウンを許していなかった相手からタッチダウンを上げたこのシーズンは1204ヤードを走り12タッチダウンを記録2012年3月4年間3100万ドルの契約延長を果たした二千十二年シーズン 1590ヤードを走り 11TD を上げた。2013年シーズン、チームは第48回スーパーボールに進出した。スーパーボール直前の2014年1月28日、製菓メーカーのスキットルズとスポンサー契約を結び、スーパーボールでリンチがタッチダウンを上げるたびに1万ドルをリンチが主催する事前団体に寄付されることとなった。 スーパーボールウィーク初日の取材で6分ほどしか喋らなかった。彼は全米のメディアから失望したと批判されたが、記者と話すのが苦手でレギュラーシーズン中は一切インタビューに応じなかったことを知っているシアトルのメディアは、リンチが取材に応じて6分も喋ったと受け止めた。2015年シーズン、リンチは、 怪我に苦しみ、7試合の出場、ラン111回417ヤード、3タッチダウンの成績にとどまった。リンチは2015年シーズンでの引退を発表した。引退後の1年間は解説者や文化人としての活動を行っていたが、2017年4月26日、オークランドレーダースがシーホークスとのトレードでリンチを2年契約で獲得したと発表した。 現役復帰の理由として、自らの出身地であるオークランドで、プレーできることを挙げた。2017年は207回のキャリーで891ヤード、タッチダウン7回を記録するなど、1年のブランクを感じさせない活躍であった。しかし2018年は怪我の影響もあり、6試合のみの出場となり、レーダースは来期の契約を見送った。 そのままリンチは2回目の現役引退となった。2019年シーズンも残り1周となった12月23日、ランニングバックが相次ぎ負傷し、人員不足に陥っていた、シアトルシーホークスと契約を結び再び現役に復帰した。2015年シーズン以来4年ぶりのシーホークス復帰となった。2020年3月から放送された、 ウエストワールドのシーズン3に出演した。彼の親戚には何人かの NFL 選手がおり、いとこには、サンフランシスコフォーティナイナーズでプレーしたロバート・ジョーダン、元オークランドレーダースの QB ジャマーカス・ラッセル、元タンパベイバッカニアーズの QB ジョシュ・ジョンソンがいる。また NFL で11年プレーした、ロレンゾ・リンチはおじに当たる。ロサンゼルスメモリアル・コロシアムで行われた。 ルーキーフォトシュートの際の写真で歯の円を金色に塗り笑顔を見せたりカメラマンの前でバク転をするなどをした。ありがとうございます。